ウサポンとエビゾウで枝豆を食べているみたい。上手に皮を剥いて中身を取り出すんですよね。エビゾウくんもパクリ。ウサポンは枝豆を中身を出したら丸飲みしているような気がする。ダンボールの机の上で、なんとも豪華な枝豆パーティーですね。ウサポンはエビゾウの方に寄ってくから、エビゾウは飛んでどっか行っちゃったよ。ウサポンはママの手と遊んでるみたい。ウサポン、なんかいつもと違う声出してる。いつもはうさーかうさぽーんしか言わないのに、なんか今日は興奮しているようです。何に興奮しているのかな。ママの手をペロペロして、ママの手をペロペロしちゃって、翼広げてかっこいい。ほら、トサカ立ってきたよ。やっぱり山が好きなんだ。
ヨモのエビゾウはまたお風呂についてきてます。本当に人とお風呂入るのが好きです。そして人が好き。あー、また頭ブンブン振って吐き戻しくれようとしてる。いらないよ吐き戻し。エビくんの食べたご飯は私たち食べられないから、そのまんままたごっくんしてください。エビくんの浮気こちょこちょーこちょこちょーわーきー。エビゾウくんとゴマちゃん、ゴマちゃんも本当おっとりしたいい子。ヨモのエビゾウはいてもあんまり気にならないみたい。いつもゴロンってしてる。おばちゃんの頭なでなでしてたら眠たくなってきたのかな。おやすみなさい。おばちゃん顎の下首周りなでなでされるの好きなんだよね。自分からスリスリしちゃったりしてる。スリースリーゴローンして仰向けになっちゃった。お腹丸出し。今日は動画を見ていただいてありがとうございました。次の動画も見ていただけると嬉しいです。